トヨタ新型ハリは2024年最新情報、2025年初のマイナーチェンジ登場か。2025年型トヨタ新型ハリアー、進化するデザインと高性能ハイブリッドシステムの全貌。新型ハリは2025年モデルトヨタの最新技術と豪華インテリアでさらに魅力的に。2025年にトヨタの新型ハリアーが初のマイナーチェンジを迎える予定です。この変更には外観の変更、内装の改良、新しい安全装備の導入などが含まれると予想されています。予想される変更点について新型ハリアーの詳細を確認していきましょう。今回はボディサイズ、エンジンスペック、インテリア、燃費、現行モデルとの比較についてなど詳しく解説します。ボディサイズとデザイン。新型ハリアーのボディサイズは現行モデルと同じく全長 4740mm、 全幅 1855mm、 全高 1660mm で、ホイールベースは 2690mm です。エクステリアではヘッドランプがシャープになり、リアのコンビネーションランプの配置が変更されると考えられます。これにより後続車からの視認性が向上するでしょう。またフロントグリルも刷新され、トヨタのグローバルデザインに合わせてオーバル型のエンブレムが採用されています。エンジンスペック。エンジンスペックについては、現行モデルの 2.5 リットル直列4気筒エンジンと 2.0 リットル直列4気筒エンジンが引き続き採用されます。2.5 リットルエンジンは最大出力178馬力、最大トルク 221Nm を発揮し、 2.0 リットルエンジンは171馬力、207Nm のトルクを提供します。さらにハイブリッドモデルも継続して提供され、最高出力222馬力を実現します。またハイブリッドシステムにはSIIプラグインが採用され、ヘブモデルも提供される予定です。このシステムはより高効率な燃費と強力な電動走行を可能にします。このように2025年型トヨタ新型ハリアーのパワートレインには現行モデルから継続するエンジンに加えて、ヘブプラグインハイブリッドモデルが強化されます。この新しいヘブシステム、SIIプラグインは高効率な燃費性能と強力な電動走行を実現します。バッテリー容量が 18.1kWh に増加し、 EV モードでの航続距離は 93km に達します。これにより都市部での短距離移動や通勤にはガソリンを使用せずに電動走行が可能となり、環境負荷を大幅に軽減します。インテリア。内装には新しいブラウンカラーが追加され、サンセットブラウンという高級感のある色が採用されます。また 12.3 インチのフル LCD デジタルメーターが採用されます。これにより地図表示機能などの便利な機能が追加されます。またシートカラーも従来のブラックインテリアに加えて、より高級感のあるサンセットブラウンなどの色がオプションとして導入され、より多様な選択が可能になるでしょう。新たに導入されたスンセットブラウンカラーはトヨタの他の高級車種でも採用されている色で、室内の雰囲気をよりリッチにします。さらにパノラマムーンルーフが採用され、電動で透明度を調整できるエレクトロクロミック技術が追加されています。この機能によりボタン一つで車内の明るさを調整できるため、乗員の快適性が向上します。また前席にはエアコンディショニングシートが標準装備されており、長時間のドライブでも快適に過ごせます。デジタルリアビューミラーやヘッドアップディスプレイも搭載され、ドライバーの視認性と操作性が向上しています。これらの新機能により新型ハリアーは快適性と高級感が大幅に向上しています。その他パノラマムーンルーフの採用やナノ EX 空気清浄機、デジタルリアビューミラーなどの新機能が追加され、快適性が向上します。燃費。燃費性能も改良され、ハイブリッドモデルの WLTC モードでの燃費はリッター約 21.6km、 ガソリンモデルではリッター約 14.7km となっています。ヘブモデルはより高い燃費効率を誇り、 EV モードでの航続距離は 93km に達します。安全装備。新型ハリアーには最新バージョンのトヨタセーフティセンスが標準装備されます。このシステムにはプリクラッシュセーフティシステム、レーンデパーチャーアラート、ダイナミックレーダー、クルーズコントロールなどが含まれます。さらにプロアクティブドライビングアシスト、アドバンストパーク、アドバンストドライブ、渋滞時の運転支援などの高度な運転支援機能が追加され、安全性が一層強化されています。特にアドバンストパーク機能は自動で駐車スペースに車を誘導するため、駐車が苦手なドライバーにとって大変便利です。またアドバンストドライブ機能は渋滞時の自動運転をサポートし、長時間の渋滞でもドライバーの負担を軽減します。また新型ハリアーには E4 システムが搭載され、四輪駆動 4WD のパフォーマンスが向上しています。前輪と後輪に独立して動力を供給することで、悪路や滑りやすい路面でも安定した走行が可能です。
さらに、サスペンションには、マクファーソンストラット式フロントサスペンションと、ダブルウィッシュボーン式リアサスペンションが採用されており、快適な乗り心地と優れたハンドリング性能を提供します。現行モデルとの比較。現行モデルと比較すると、2025年型ハリアーは、デザイン面での改良が目立ちます。特に、フロントグリルやヘッドライトのデザインが一新され、より洗練された外観となるでしょう。内装面でも新しいインテリアカラーの追加や、最新のデジタルメーターの採用など、使い勝手が向上しています。これらの変更により、新型ハリアーは、より高級感と利便性が増し、競争力のあるモデルとなるでしょう。価格については、原材料価格の上昇により、若干の値上げが予想されていますが、それでも追加された装備や性能の向上を考慮すれば、非常にコストパフォーマンスの高いモデルと言えるでしょう。2025年型、トヨタ新型ハリアーは、外観、内装、安全装備の改良により、さらなる進化を遂げています。これらの改良点を踏まえ、新型ハリアーは、高い人気を維持し続けることでしょう。このように、新型ハリアーは、これまでのモデルから進化し、より多くのユーザーに満足されることが期待されています。トヨタの最新技術とデザインが融合したこのモデルは、高級感と実用性を兼ね備えたクロスオーバー SUV として、今後も市場での人気を維持するでしょう。